田野瀬良太郎は、日本の政治家、自由民主党所属の元衆議院議員。自由民主党総務会長、自由民主党幹事長代行、自治政務次官、財務副大臣、衆議院財務金融委員長、奈良県議会議員、五条市議会議員を歴任。次男は、衆議院議員の田野来田道。奈良県五条市出身。名古屋工業大学工学部工業科学科卒業。 1973年、五条市議会議員選挙に立候補し、初当選。五条市議を2期務めた後、奈良県議会議員選挙に立候補し、当選。県議も2期務める。1981年、社会福祉法事外誠会中し保育園を開園。1986年には、学校法人西山都学園を設立した。二人の息子も、同校の卒業生。 1990年、第39回衆議院議員総選挙に無所属で、奈良県全県区から立候補するが落選。1993年、第40回衆議院議員総選挙に自由、民主党公認で、奈良県全県区から立候補し、初当選。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、 小選挙区比例代表並立制導入に伴い奈良4区から立候補。奈良4区では新進党の前田武氏に敗れるが重複立候補していた比例近畿ブロックで復活し再選。1998年7月の小渕内閣では自治政務次官に就任した。2000年の第42回衆議院議員総選挙では奈良4区で前田を破り参戦。以後、 2009年の第45回衆議院議員総選挙までなら4区で連続当選している。2004年財務副大臣に就任。2007年12月日朝国交正常化を目指す議員連盟自由民主党朝鮮半島問題小委員会の設立に携わり同会の幹事に就任した。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙ではなら4区で。 民主党公認の大西隆則を1835票差で奈良4区で6選。総選挙後、自由民主党総務会長に就任。閣僚経験のない総務会長は1991年に就任した佐藤隆之以来16年ぶり。2010年10月、党幹事長代理に就任。2011年10月には新設された党幹事長代行に就任した。 2012年9月、東幹事長代行を退任。同年10月12日、次期衆院選に立候補せず引退することを表明し、地盤は次男である、田野来太郎が継いだ。2017年4月29日付の春の叙勲で、朝日、重光明を受賞。2002年11月13日に、元政策秘書が在任中の1997年に、 約150万円を野瀬の,の資金管理団体に寄付していたと報道される。元秘書は1996年9月から1997年9月に200万から300万円を寄付したと説明。2002年11月15日には自民党が問題なしとする調査結果を発表。同年には作家の灰谷健次郎により政治資金規正法違反と 詐欺容疑で告発されたものの、2003年9月30日、東京地検特捜部は秘書に勤務実態があり、詐欺罪に当たらないとして、不起訴処分とした。道路特定財源を資金源とする道路運送経営研究会から、献金を受けていた。ありがとうございます。